はい、皆さんこんばんは、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。時刻は日曜日の19時を回りました。昼主声クラブ昼の沖縄会場公認あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間であり、これはですねお届けさせていただいているのは私 MC 株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ、この番組はですね、毎週素敵なゲストをお迎えして、現在成功している方でも必ず様々な困難がありターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいかをお聞きして、リスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いから始めさせてお届けさせていただいております。そしてこの番組はですね、各社様のご協賛により支えられております。途中の CM もぜひお聞きください。なお、ご協賛も受け付けておりますので、またよろしくお願いします。さあ、この番組はですね、宜野湾、沖縄県宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾よりですね、20時までお届けさせていただいております。ぜひ最後までお付き合いください。そしてこの番組はですね、ラジオの放送だけじゃなくて FM 宜野湾の YouTube チャンネル、そして私の YouTube チャンネル、これね、もうちょっと待ってくださいね、ずっともうちょっと待ってくださいって言ってるんですけど、一応ね作ったんですけど別のところにアップしちゃって、なんですよ、ごめんなさい、もうちょっと待ってください。はい、で YouTube の方でも実際拝見させてご覧いただ、ごめんなさい、ご覧いただくことができます。さあ、ということで皆さんに合わせたね、形で、お聞きいただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はゲストさん、今回もゲストさんをお迎えさせていただいてるんですけどもですね、ご紹介します。長岡久志整体院の院長、長岡久志さんです。長岡さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。今日はありがとうございますね。今そちらは何県ですか？今はこちらは愛媛県の松山市です。愛媛県ね、そうなんですよ。大体沖縄の方が実際多いんですけども、多かったりもするんですけど、まあ今、愛媛の方からお届けさせていただいてるんですけども、長岡さんね、つながっていただいて、3年前ぐらいに僕 YouTube の、で動物占いとかっていろいろこうやってる時に、まあ無料相談セミナーとか無料セミナーにお越しいただいて、そこから今3年ぐらい、いろいろこう学ばれて、まあ動物占いだけじゃないですけど、まあそんなことも実際使い、今ビジネスも松山の中で、というか整体院の中で、まあ 2% ぐらいにしか実際こう入らない売り上げをね、こう叩き出して、実際成功してらっしゃるっていう長岡久志さんでございます。僕もなんか、こうやって一緒にこう学んでいただいたりとかお話することがもう嬉しくて。あ、おけちゃんすごいな、おー、すごい、あ、おかげさまでありがとうございます。そう、おかげさまでありがとうございます。いや、本当にね。さあ、ということで、行こうと思うんですけど、まあ、長岡さんですね。ご紹介をさせていただくんですけど、まあ、簡単にご紹介を僕が超簡単にすると、簡単ですよ。東京の方です。もともと。で、奥さんが、愛媛県の方で、ご結婚を実際、木に松山に行かれて、今、整体院をね、実際開いてらっしゃって、今、5年目と、っていうふうなことをですね、やってらっしゃるんですけど、まあ、お一人で今やってらっしゃったりするんですけど、まあ、長岡さん何がすごいのか、まあ、いろいろ学び力っていうのが、やっぱ半端ないですし、まあ、腕はね、まあ、言うまでもないというか、まあ、めちゃくちゃいいんですよ。僕はトライアスロン実際こうやってやってますから、あっち行ったりこっち行ったりとか、整体院、整骨院とかってするんですけど、関西にいる方で、アメリカにも実際修行行かれて、痛くない、整体師みたいな。で、その方が、の施術を受けて、普通なんかバキバキ、ボキボキみたいな、ってやるんですけど、そんなんが全くなく、めちゃくちゃいいじゃん、みたいな。で、その会社さんが一番だなと思ってたんですけど、それと同じって言ったらね、もしかすると長岡さんに怒られるかもしれないですけど、同じような痛くなくて治すっていうのを松山で受けた時に、お、マジかと思って。本当にね、痛くないんですよ。で、まあ今なんか、オケちゃんね、まだ喋ってもらってないですけど、結構ね、緊張しいであれなんですけど、まあ施術になったらですね、もういきなりドヤですよ、もう。なんか、施術のことは任せろ、みたいな。話すのはちょっと苦手だけど、みたいな。で、まあ、そんなね、施術を実際受けて、あ、これはやっぱ本物やな、みたいな。
そんなことを僕はすごい感じたので、まあ、松山の方、まあ、いらっしゃるかね、あれですけど、松山の方はぜひですね、行かれたら本当にいいと思います。まあ、治るっていうことをね、医療で言ったらあれかもしれませんけど。まあ、そんな長岡さんでございます。すいません。初めの自己紹介が長くて。ということで、まあ、長岡さんからちょっとターニングポイントね、長岡さんのターニングポイントをお聞きしようと思うんですけど、まずは前半のところなんですけど、ちょっとなんか生い立ちから、なんか高校ぐらいまでの、まあ、どんな方だったのかっていうことをちょっとお聞きできればなと思うんですけど、長岡さん、どちらのご出身でいらっしゃって、なんか、そんな、ちょっと、自己紹介していただけますでしょうか。はい、よろしくお願いします。まあ、僕自身は、生まれは神奈川県の相模原市っていうところで生まれました。で、小学校3年生まで神奈川県にいたんですけど、うんうん、3年生の父親の転勤を機に、東京都の町田市ってところで、二十歳まで過ごしました、ね。うんうんうん、で、その際に、まあ、36年間まではずっと東京にいて、うんうん、先ほどご紹介いただいたんですけど、まあ、結婚を機に、こっちの愛媛県松山市に来たって感じですかね、うんうん、なるほど、すごいよね。そしてその血のりがないところで成功してるっていうのが本当すごいよね。いや本当すごいと思う。まあその整体院をやるきっかけになったとか、まあ多分そんなねことも実際あると思うんですけど、まあ神奈川県で実際育たれて、で東京町田に実際行かれてなんですけど、整体をやろうと思ったきっかけとかっていうことって、なんかどのぐらいまで遡る感じなんですか。やろうと始めたのはやっぱ28ですね。今現在41歳なんですけど、28歳の時に、うん、東日本大震災、うんうんうん、ですか、あれをきっかけにやっぱこうサラリーマンで働いてたんですけど、自分の何かやりたいことをやろうと決めて、でそこからいろいろキックボクシング始めたり、三振始めたり、で夜間で学校通い始めたりっていうのを始めてって感じですね。うん、なるほど。もともとその子供の頃って何、なんかスポーツとかやってたんでしょ。いや、僕子供の頃オタクだったんで全然スポーツやってないんですよ。オタク、あ、そう、ね。今何オタ、何オタ。本当ゲームですね。勉強も全然しなかったし、まあ、ゲームもそんな上手いわけではないんですけど。うんうんうん、本当にゲームばっかしてて。なるほど。行ける高校がないくらいゲームばっかしてます。あ、そうなの。はあ、で、そんなところから、でもなんか、部活始め、高校かどこかで部活始めたんでしょ。高校で日大三高って野球がすごい有名なとこですよね。あれだ。応援歌で有名なところ。でしょ。今年も甲子園出てましたけどね。そう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 、そう。日大三高。まあ、知ってますよ、日大三高。はい。ここがアメリカンフットボール部が、スポーツ推薦があったんですよね。うん、うん、うん。で、そのセレクションで、まあ、100メートル走ったりとか、なんか、そういう体の機能テストみたいので、運よく合格できて、うん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 。で、それで日大三高に入れたっていうのが、きっかけですかね。ということは、じゃあ、中学の時からアメフトはやってたってこと？で、中学は普通にバレーボール部ですけど、幽霊部員なので、ほぼ行かず。ああ、さっきのオタクみたいなやつね。はい、そこでゲームばっかして、家で。で、ゲームばっかしててさ、日大三高って高校じゃん。はい。でしょ？高校のアメフト部に、そのさっき体力診断テストうんぬんとかっていうので、受けたってこと？あ、そうです、そうです。姉が日大三高で、はいはい、そういう作戦があるっていうのを教えてくれて、うんうん、まあ、本当に変なとこ行くよりは日大三高でアメフトで頑張った方がいいんじゃないかっていうので先生に頼み込んで受けさせてもらったんですよね、セレクションを。いやいやいや、はいはいはい、いやいや、おかしい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 、だってアメフトの方がいいんじゃないかってなんないもん。アメフトをアメフトにならない。ならない。僕はならない。なんでそのアメフトに、そのずっとだってゲームやってるわけじゃないですか、こうやってピコピコ。こうやってピコピコゲームやってるそのオタッキーなそのオケちゃんが、そのなんでアメフトに出会った？なんでアメフトのこう魅力を感じたのか、みたいな。まあ一番の魅力はその、まあ頑張れば高校から大学、社会人まで、アメフトで行けるっていうのが、うん、
すごく魅力でしたよね。あ、やっアぱメ自フ分、トじゃなくてもよかったってことじゃ。まあ、たまたまですかね。でも本当に運よく。なるただほど。僕、その球技とかもあんまりできないので、はい。体がでかくて足が速いだけみたいな感じだったんですけど。なるほど。でも体でかくて足が速いんだったら、なんかクォーターバックじゃないかな、ウィングだっけ、走る人？ランニングバックとかですね。そう。っていうふうなことには実際向くよね。けど、その、球技が苦手なので、ボールを持つとボールがどっか行っちゃうんですよ。なるほど。ちょっとね、全然なんかアメフトのところにこう、なんでアメフトやろうかっていうところに入ってこないんですけど、けどまあでも、アメフトの魅力を実際こう感じて、アメフトやりたいなっていうふうに思ったのと、あとはその中高で大学まで、あ、そっか、高大か、大学まで実際行けるからっていうのでいいかなみたいな感じ。まずきっかけはそうでしたね、はい。じゃあきっかけはなんか本当にこうなんか、よくわかんない。アメフトが最高だっていうふうなことなわけじゃなくて。勉強しなくてよかったっていう。あ、なるほど。でも、それが一つのターニングポイントにはなってるんですか？そうです。それがきっかけで、やっぱりアメフトって面白いなっていうのと、自分が強くなればなるほど、まあ、有名になっていくので、そこでめちゃめちゃ努力をしましたよね。あ、まあ、なるほど。どうぞ。え、なんでね。ゲームもしつつ、やっぱアメフトもトレーニングとかも一生懸命やって、もう1それ年は、生からレギュラーで出てたんで、1年からレギュラーなの？出てます、はで、球い。技下手な人間でゲームオタクの人が？目の前であのお相撲さんみたいにバチバチぶつかって、じゃあポジションは何だったんですか？アメフト。ディフェンスラインって言って、体がでかい人たちがぶつかるポジションです。スクラムのところ？そんな感じです。はい。ああ、そうなんだ。なんで、じゃボールあ、触らないんですよ。ボールが触らない。あ、なはい。るほどね。ラグビーと違って全員ボール触るわけではないね、アメフトって。あ、そう。うわー、なんか意外。面白いな。それがまあ一つ目、アメフトを始めたっていうのが一個のターニングポイントなんですね、多分。そうですね、はい。そこでアメフトやってなかった僕は今も自分もいないでしょうし。なるほど。はあ、じゃあその、徐々にゲームをしながら、アメフトにこうね、のめり込んでいく、オケちゃんが実際こういるわけなんですけど、アメフト実際こうやってやってて、大学も続けてやったんですか？大学も、はい、スポーツ推薦で、専修大学ってところに入りました。専修大学、有名ですもんね、専修大も。で、うん、専で、修大に入られて、で、そしてまたレギュラそうです。まあ、1年生、結構大学入ってから怪我が多かったんで、あまり試合には出れなかったんですけど、まあ、怪我しない時はずっとレギュラーで出てました。で、そのレギュラーで実際出ていって、このちょっとアメフトのあれがわかんないですけど、なんですか、都市対、じゃあ大学対抗野球みたいなのがあるみたいに、やっぱりそのアメフトもあるんですか？大学対抗みたまあ、体育会系なので、リーグ、1部、2部、3部ってリーグ戦があるんですけど、まあ一部で、一部上々のチームですね、当時は。なるほど。毎回ベスト4には残ったんで。じゃあもうめちゃくちゃだってあれじゃん。めっちゃなんか強いチームの、何？その、オフェンスバックでやっけ？ディフェンスラインですね。ディフェンスラインだっけ？とかっていうところで実際やってるわけでしょ？じゃあ結構、花形みたいな。といってもアメフトの花形はやっぱりオフェンスのこうボール持ってるクォーターバックとかランニングバックとかなので。そっか。まあ、見た目的には実際そうだけど、けど、そのね、アメフトの中では実際レギュラー1年から実際取ってやってるわけでしょ？で、大学でもうまくいってるんでしょ？まあそうですね、はい。まあ高校でも本当に、関東大会優勝したりもできたので。なるほど。そんな時に何か、まあなんか順風満帆じゃないですか、今のところ。まあそうですよね、はい。何かその順風満帆じゃないことがあったりとかってしたんですたの、やっぱ大学入っていろいろ怪我もあったんですけか？ど、まあ、大学4年生の時にやっぱりぎっくり腰をやったのがでかかったですぎっくりね。腰。まあ、骨折とかもいろいろしたんですけど。ぎっくり腰って、でもそれこそ腹筋鍛えてたりとかするんじゃないの？なりそうなイメージあんまないんですけど。
体はすごい鍛えてるんで、腰を痛めるってことがあんまよく分かってなかったんですよ。ある日突然、夏合宿、大学4年生の夏合宿の時に、ぶつかった瞬間になんかもう、足腰が立たなくなってしまう。そのままでも、そのまま、ひざまずいて立てて動けなくなっちゃったんですよね。なるほど。それ原因は分かったんですか？原因はやっぱ疲労なんでしょうかね。まあ、合まあ、宿前。そっかそっか。じゃあ、そんなことが、まあ、順風満帆に来たね、人生だけど、ね、高校から実際やって1年からレギュラーで、で、大学もその一部リーグの中で、ベスト4には大体入る中のレギュラーで、な時に22歳にこう、ぎっくり腰になったと。というふうなことで、さあ、今後どうなっていくのかっていうのを一回ちょっと休憩をね、だから CM を挟んでね、また中盤から実際聞いていこうかなとかって思ってます。はい。じゃあ、とりあえず、まあ前半、長岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いコリが原因かもしれません。北京堂首里医術療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時ださ。羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、ではCM ご覧いただきまして、皆さん改めまして、長岡久志整体院の院長さん、長岡久志さんを本日はお迎えしております。オケちゃん、前半はありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあオケちゃんってね、いつも言ってるので長岡久志先生とかすごい言いにくいんですけど、まあオケちゃんにしようかなと思ってますけど。いや、全然いいと思います。はい、じゃあ前半ね、その22歳でそのぎっくり腰になったっていうふうなことなんですけど、まあそこでなんか大きな出会いがあったっていうことを実際お聞きしてますけど、まあ、どんな方と出会ったんですか、そこは、そこで。なんで、ぎっくり腰になって、まあ、近所のね、整骨院とかにはいろいろ行ったんですけど、やっぱり1週間経っても全然身動きが取れずに、なるほど。悩んでたんですけど、そこでチームトレーナーの方に、山根悟先生っていう、後に師匠になる。カイロプラクターの、まあ、アメリカで言うと DC って、ドクターの称号を持っている方なるほど。を紹介していただいて。で、当時、まあ、電車、四ツ谷だったんで、本当1時間ぐらい腰痛いのが揺られていって、で、そこで治療してもらって、本当にびっくりするぐらい、その場で、スッと立って、その日からもアメフト復帰しちゃうみたいな感じで。その日からアメフトも復帰したの？復帰しましたね、はい。あ、それはすごいな。で、痛いのがね、収まったりいうのもあるけど、だってすごい激しいじゃない、アメフトって。そうなんですよね、はい。ああ、すご。で、それで、どうしたんですか？まあ、順調に、こう、大学生活をこうなっていって、そこから、ぎっくり腰もならずに問題なく。そうですね。で、現役、その4年生の夏から終わりまではずっと、試合のたびにメンテナンスしてもらって。
で、そのまま引退したんですよ。やっぱりでもそれで社会人になって、ちょいちょいやっぱ腰を痛めることがあったんですけど、そのためにまあ山根先生に治療してもらって、治してもらうっていうのがあったんですね。3回ぐらい、何手回術治ぐっらい？て、はい。その山根先生のその手技は、まあ、何が違うんですか？他の人と。僕の今の考え方の根本になってますけど、皮膚とか関節とか筋肉の動いてないところに遊びをつけて血液を届けようっていう。なるほど。なので、それこそ、こう、まあ、痛いことあんましなくて、関節をちょこちょこっと動かすとか、まあ、バキバキも、もちろんカイロプラクターなんでバキバキが専門ですけど、やっぱりこのトップレベルの人なので、なるほど。はい。じゃあ、それで、その山根悟先生に、まあ、一度ならずも二度も、で、そして、こう、定期的に実際通って、これはすごいなっていうふうに、こうやって思って、弟子入りした感じなんです。そうですね。で、やっぱり一番、28歳の時に、3.11の東日本大震災ですね。ありました、ありました、もちろん。あの時に、やっぱこう、いろいろね、経験した中で、自分のやりたいことをやろうっていう、のをきっかけにサラリーマンもすごい楽しくて、よかったんですけど、でも10年、20年、30年って時に、考えた時には、この仕事よりも、じゃないなと思ったんで、自分のやりたいことを見つけた時に、山田先生に直してもらったってこともあって、整体師ってカイロプラクターっていう道を歩んでみようっていうのがあったんですね。まあ、きっかけでした。それが何歳でしたっけ？28歳の時ですね。28歳の時。震災でね。はい。なるほど。で、それで、その実際学びに行きました。で、東京で学んでます。で、まあ、そして、その後ですか？奥さんと出会われたの。そうですね。出会ったのは、その修行中、まあ、学校行ってる時ですね。なるほど。28で、夜間学校通い始めて、卒業前ぐらいの時に、たまたま、分校が沖縄にあったので、そこになんか見学がてら、遊び行くって感じで、こう沖縄にゲストハウスに泊まってて、日は勉強、夜は、沖縄で飲むみたいなことをしたんですけど、1週間ぐらい。ゲストハウスに、たまたま、今、妻である幸代さんが、愛媛県からやってきて、で、たまたまいろいろ流れ着いた中で、その同じゲストハウスに泊まって出会ったっていうきっかけなんです。それは知らんかった。そうなんだね。そうなんです。じゃあなんか、そういうこと？そういうこと？じゃあ出会ったのは沖縄ってこと？沖縄でお互い30歳の一人旅行みたいな感じなんか面白いね、それ。で、どんなところに惹かれたんですか？やっぱり、まあ、優しいとこですよね。声もいいですし、優しい雰囲気もいいし。なんで、まあ、最初に出会った時は本当に僕がなんかゲストハウスで酔っ払いながら三線一人でこう練習、バーって弾いて遊んでたら、社長さんが2階から降りてきて 出会った時が本当に最初のファーストコンタクト。もうそっからなんか若干もう一目惚れみたいな感じだったんですけど。オケちゃんが。はい。なるほどな。面まあ白い、そんな出会いやったんだ。でも僕も東京戻るしね、社長さんも愛媛戻るし、もう二度と会うことないだろうなと思ったんですけど、まあ何のことか Facebook でなんか東京に来るってことを聞きつけて、どっか連絡取って。なるほど。それもオケちゃんから。そうですね、はい。なるほどね。なフェイるほスどじゃなね。かったら、会えてなかったですかね、それも。いや、でもなんか、ね、僕とおけちゃんのご縁っていうのも YouTube そうでだすね。し。なんかそれで、まあ、結果おけちゃんに会ったのって何回？ 2 回？ 3 回？3回ですよ、実際は。3 回なんだけど、もうズームでめちゃくちゃ見てるから、もう何十回も、もう何百回回ってるみたいな感じなんだよね、正直言うと。なるほど。
で、まあ、お子さんもね、実際、授かったと思うんですけど、ご結婚されて、お子さんは、結婚のタイミングで松山に行ったんですか？妊娠を機に、社長さんが松山に住みたいっていう話をしてきて、で、僕もその5年間ずっと修行中で、休みもなんかセミナー行ったりとか、本当に迷惑をかけたので、まあ、罪滅ぼしじゃないですけど、まあ、環境がいいところに住めたらいいなと思ったんで、実家の近くの松山に、じゃあ行こうか。なんかあれでしょ、畑もあるんでしょ。あ、今住んでるとこ畑もあります。やっぱでもなんかいいよね、いい環境なんじゃないんですか、一人暮らしじゃなくて一軒家で。まあ、憧れですよね。その畑があって、みたいな、庭があって、バーベキューできてとか。しかもだって東京とか都会人からするとやっぱそうだもんね。庭でバーベキューできるとかはすごい夢だったので、畑をしたりとか。楽しいですね、ほんとこっち来て今。なるほどね。面白。さあ、そんな中で、まあ、28歳ご結婚されるで、こっちに来られることになりましたけど、まあ、こっちって松山にね、来ることになったんですけど、でも相当な決断がいったんじゃないの？松山に。松山に行くんでしょ？僕自身はそう、まあでも、そんなになんか気が重いわけでもなく、まあ周りにはすごい止められましたけど。まあでも、松山行って成功できたら本物だなと思うぐらいの気持ちで、頑張ろうっていう気持ちで来たんで、まあ本当に最初は苦労しましたけど。どんな苦労があったんですか？ まず縁もゆかりもないので、地理観もないので、どこに何があるかもわからない。何がいるのかもわからずにってところだったんで。集客まあ、ですどうか。ぞどうぞ。最初の開業して集客とか本当に困りましたね。それをどうやってこう改善していったんですか、集客。もう本当に初めは自分でチラシ作って、朝の5時から子供を抱えながら、ポスティングするとかですよ。すごいな。す本当ごに。い。なんで子供を抱えながら、奥さん見てくれなかったの？いや、夜中見てもらって、その間僕寝て、で、僕がそうやって朝ポスティングとかちょっとしてる間に、家を出て、奥さん一人にしてあげて、休んでもらうっていうのもあったんで。なんかすごいな、もう胸が痛い、耳も痛い。勉強になります。そんなことが実際こうやってあって、で、ごめんなさい、ちょっと順番あれですけど、まあ結果、開業っていうのは36歳の時に開業。そうですね。はい。5年修行して。5年修行は東京でして。はい、そうです。で、松山のその奥さんの実家の、まあ、愛媛県で実際やりましょうと。そうですね。はい。で、あれなんですよね。宇和島なんですよね、ご実家は。そう、社長さん自体は宇和島ですね。松山から80キロぐらい離れてますね。まあ、伊達家のね、伊達政宗の長男の秀宗さんが藩祖の宇和島藩なので、ですし、僕も何回か行きました。3、4回ぐらい行ったんじゃないかな。お城みたいなのも実際そうだし、鯛茶漬けがうまいんですよね。そうですね。なんか、鯛めしっていうと松山だと炊き込みご飯ですけど、宇和島行くと、お刺身にこう卵かけご飯みたいな、美味しい。いや、そんなんで違う。それでね、実際こうやって開業、実際されましたけど、開業する前と開業した後って、やっぱしんどさは全然違う。まあ、勤め人の頃はやっぱりこう集客とかも考えてませんし、来る人をただ裁くみたいな意味、悪い意味です。症状を見て治す、まあ、治療するっていうのがもう、それしか考えてませんでしそうよね。た。開業すると、ね、誰もね、この因があること知らないし、誰も来ないので、興味もないし。まずはこう見てもらう、知ってもらう、選んでもらうってことで。いや、すごいな。なるほど。
じゃあそんなね、ご苦労だとかっていうのもお聞きしたいなと思うんですけど、開業してから最初からうまくいった感じなんですか？いや、もう開業初日にからもう1週間ぐらい誰も来なかった日もありましたし。なるほど。焦ったでしょ。焦りますけども、やっぱでもパソコンでホームページを自分でカタカタ作ったりとか、なんか制作物をずっとやってたので、まあ、気が紛れてましたけど、でもやっぱ売り上げが上がらないので、苦しかったですよね、胸もそうっ頭すも。ね。いや、そうだと思う。貯金もどんどん減って、何も減っていく？足りた貯金もどんどん減っていくので、ですよね。そうですか、そうですか。いや、じゃあ、そんな中で、いつもあなたの一歩ソングをお聞きしてるんですけども、まあ、何かちょっと長岡さんのその一歩踏み出せるというか、そんなこれを聞いたら元気になるような音楽だとかっていうことを、まあ、お聞きしたいなとかって思うんですけど、何かありますか？サラリーマン辞めた時とか、またこの開業しようって時、いつも聴いてる曲があるんですけど、ケツメイシさんの歩いていくって曲です。ああ、なるほどね。20年ぐらい前ですよね、あの歌って。そうですね、2005年なので18年とかですかね、はい。18年前。なるほど。18年、僕も聞いてたもん。いけんちゃららららららってやつでしょ？そうそう、もうもう、本当社俺会が、人1年目ですし。なるほど。俺が歌うなと。ね。本物を聴かせろと。っていうようなことになると思いますので。はい。じゃあ、ちょっと、長岡さんの方から、急出ししていただいて。で、そしてちょっと2回目の中断を締めようと思います。じゃあ、長岡さん、お願いします。それではケツメイシの歩いてく聞いてください。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京堂首里医術治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京堂へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時ださ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソー。クワンソーは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、皆さん、ケツメイシさんの歩いてくを、お聞きいただきました。ありがとうございます。さあ、そしてですね、最後後半に入っていこうと思うんですけども、まあ、独立されて36歳でね、独立されて今5年と、っていうことなんですけど、いやね、最初、なんか赤ちゃんをこう実際こう、に背負いながらポスティングしましたとか、ってありましたけど、ね、きつかったよとかって話ありましたけど、初月からの売り上げとかっていうのはいくらぐらいだったんです初月の売り上げが本当恥ずかしいんですけど、18万ぐらいです。か？なるほど。2ヶ月、3ヶ月目とかは？それで、2ヶ月目3、で3、40万円いくかいかないかぐらいです。なるほど。でも、ね、40万円が全部ね、売上ですけど、全部利益なわけじゃないもんね。家賃払ったりとか。家賃と返済とか言うと、もう手元に何も残らないので、なるほど。貯金はどんどん減っていくだけです。それが、何ですか？減っていくでしょ？どのぐらいで、まあ、2ヶ月目40万とか、3ヶ月目40万とかですけど、1年、まあ、ずーっと上がり調子ですか？そうですね。
途中で経営塾っていうのが入って、こう、ちゃんと社長としての考え方とか、はいはいはい。集客の仕方とか、まあそういうのを学んだところで、ポンと上がれて、ああ、なるほど。ここで60万、80万、100万みたいな感あははは。じで。で、何クがオ大ータ。きく変わったの？その、学ぶ前と学んだ後って。まあ、従業員と社はい。長、あと株主の違いとかっていはい。う。まあ、従業員の人はやっぱり働くことで対価でお金をもらうっていうのが大概だと思うんですけど、経営者の人って、ね、そのお金を決算の決定権があって、お金を使うことで売上が出たお金をもらう。株主の人たちはお金を出すことで、株の配当でお金をもらうっていう、この、普通は大体もサラリーマンだったらやっぱり対価でお金をもらうんで、そこしか頭になかったので、経営者としての基本ですかね。そこ学んだことがやっぱでかかったですかね。なるほど。まあ、それで売り上げはどんどんね、60、80、100っていうふうに実際行っていって。じゃあ、1年後にはもうその安定な感じになったんですか？まあ一般的に100万いけば一人前って言われてる業界なので、まあなんとか一年はかかりましたね、でも。ああ、でもそこからっていうのは、ね、今5年目実際入ってますけど、順調に上がっていってるんですか？横ばいなんですコロナ禍とかでも結構苦しいとこもあったんですけど、今なんとか乗り切れて、か？まあ平均でも今140万ぐらいは、わあ、すごい。かなってところですかね。すごい。だったらもうじゃあなんか余裕だね。いや、それでもやっぱり、安定してるものではないので、まあ、経営してると分かると思うんですけどね、常にこう、下りのエスカレーターを登っているのと一緒で、歩みを止めれば沈んでいくので。確かに、本当。なんかね、今これリスナーの方々は、経営者もね、お聞きいただいてたりとか、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、サラリーマンの方は、経営者のやっぱ、まあ、辛さがわかんないじゃないですか。だから、いいよねって社長は、売上が入ってて、なんかあんまり仕事もしてなさそうに見えてみたいな、あるけど、結構大変ですもんね、社長っていろいろこう考えたりすることが。で、やっぱり不安ですもんね。こうなっていくんじゃないかなとか、マイナスになるんじゃないかなとかっていろいろ考えたりとか。なるほど。まあ、そんなんあると思いますけど、まあ、今このね、ラジオに関してっていうのは、一歩、あなたの一歩ラジオっていうことで、リスナーさんに一歩ちょっと踏み出せない方であったりとか、踏み出そうとしたんだけど、やめちゃったとか、踏み出したんだけど、今諦めちゃったとか、いろんな方が実際いらっしゃると思うんですけど、まあ、その方に、まあ、長岡さんのこう経験から何か、まあ、ささやかなアドバイスがあるとするんだったら、どんなことがお伝えしたいと思いますか？まあ僕も今41になって思うことは、やっぱり、時間は有限っていうのがでかいですよね。人はいつか死ぬ。中で、毎日こうやって日々過ごしてても、やっぱ1分1秒、1秒、時間は過ぎていくので、その中で、後であれやっとけばよかった、これやっとけばよかったって、やっぱ人間はどうしても思うと思うんですけど、もうそれをやっぱこう一歩踏み出すっていう、ここにやっぱ楽しさとかも、もう怖さもありますけど、怖さ以上に楽しさがあるので、ぜひその一歩は踏み出してほしいなと思います。なるほど。まあ、まさにね、この一歩な感じですけど、まあでも、ね、その28歳の時に3.11で、ね、自分が実際やりたいことをしようっていうか、やりたいね、ことをするために、まあ、独立しようっていうことだったり、まあ、ね、やっては見たもののね、売り上げ上がんなかったりとかして、また勉強したりとか、まあ、動物占い学びに来てくれたりとかね、いろんなことだとか実際あると思うんで、まあ、何しかでも一歩踏み出すっていうことですよね、正直ね。そうですね、はい。そうそう。なんか、ガチでできなかったとしても、踏み出してもらったら、なんか実際こう見えたりも実際するし、と思うんですよね、本当に。なるほど。じゃあ、そんな長岡さんですけど、今後の展望、なんかどんなこと考えてますか？今5年間やってて、お一人でやってらっしゃって、ね、事務員さんとかもいらっしゃるとお聞きしましたけど、
今後はどういうふうな展望を考えてらっしゃる感じですか？今後の展望として、まあ、一番考えているのは、やっぱり、この師匠から受け継いだ技術とか知識とかを次に伝えていくっていうのが今一番色濃く思っていることですね。うんうんうん、やっぱ僕もいずれは年を取って死んでしまうので、うんうんうん、せっかくこのね、いいものが次の世代に伝えていけたらいいなとは思っています。なるほど。次の世代に伝えていけたらいい。そうですね。まあそのためには実際ね、自分がちょっと体を開けなきゃいけないですしね。そうですね。うん。なんで、そうするとまた売り上げが落ちてしまうので。まあ、スタッフ、僕と同じぐらいできるような技術を持つスタッフさんを育てて、うん。任せられるようになったらいいなとも思ってます。じゃあ、まずは育てることっていうことと、ちょっとずつ任せていって、で、長岡さん自身はまた次の展開であったりとか、考えていきたいな、みたいな感じですよね。そうですね。よくよくは部員とかもしていきたいですし。うん。なるほど。そうなんですね。なるほど、なるほど。わかりました。まあなんかでもお聞きするとすごいなんか順調なような感じで聞こえるますけど、多分そのタイミングで、その時に、えいや、えいやって言ってね、多分クリアされたんじゃないかなと思うんですけど、まあいろんなこうターニングポイントがありますけど、まあ、一番の最大のターニングポイント。仮に1個っていうんだったら何になるんですか？ 1 個、まあ。本当にこのサラリーマンを辞めたってことですかね。じゃあやっぱり、開業っていうですか？開業、開業、転職ですか？あ、転職か。あ、転職か。そっかそっか。貿易系の仕事をしてた中で、うんうんまあ、そこも別に、ね、悪くもなく楽しかったし、仕事も順調だったので、うん、で年収も良かったですし、うんうん、なんで辞めんのみたいな。まあまあ、でもそれはそうだよね。はい。ああ、そっか。じゃあそれが一番ね、やっぱターニングポイント。そうですね。まあでもそうじゃないとね、僕とも出会ってないしね、正直ね。そうですね。ずっと多分お台場で、東京のお台場で働いてたでしょうし。なるほど、面白い。あ、そっかそっか、ありがとうございます。このラジオ、もうこの番組はですね、笑っていいとも方式で、どなたかゲストさんをご紹介いただいてる、で、こうやって人をつないでいく形になっていくんですけど、ご紹介いただける方、いらっしゃいますか？お友達の、はい。安倍優子さんって方ですね。安倍優子さん。なるほど。会社は、安倍優子さん、あれですね。僕も、クラウドじゃなかった、クラブハウス。朝の5時部屋で、ご一緒させていただくことが実際あって。で、ボードゲームに実際参加された安倍優子さんですね。はい。あ、なるほど、なるほど。まあ、合同会社ヘルスカンパニー、ナユタ。まあ、ナユタ、不可思議のナユタですね。を実際、やってらっしゃる安倍優子さんと。が、今度またね、後日、ゲストとして、お越しいただけるなと。まあ、安倍さんもね、すごいなんかパワフルな方で、つい最近ちょっと大病ね、患われて、ご退院されたってことも実際お話をお聞きしましたけど、まあ、ここからちょっと松山の、なんか、人脈というか人のつながりって広がっていければ、非常にこう面白いなと思います。そして、長岡さんともね、もう3年、ね、お付き合いさせていただいて、今はその月一のそのコンサルティングをね、させていただいてるんですけども、なんかいろんなこう面で関わったりだとかすることができたらいいなと思いますし、まあぜひ松山の方はですね、松山の方が四国の方は一回ちょっと、長岡さんのところに張ってでもね、一回行かれた方が僕は本当にね、いいんじゃないかなと思います。優しいですし、技術はしっかりしてますので、その辺はね、ご信頼いただいて、いただければありがたいなと思っております。はい、ありがとうございました。ご参加いただきまして、今日に関しては、今日はですね、ありがとうございます。で、そして、まあ、早いものですっかりね、もう、お時間にこうなってしまいました。今日もあっという間の1時間弱でございました。本当にね、長岡さん、今日は、貴重なお時間いただきありがとうございます。ご出演いただきありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、こちらこそ、ありがとうございました。楽しかったです。
ということで、本日のゲストは、長岡久志整体院の長岡久志さん、長岡久志院長でした。ということで、皆さん、今日もお聞きいただきありがとうございます。ではまた、バイバーイ。ありがとうございます。